あまり見ない顔だね。見ての通り、ここには何もないよ。地震が発生した直後からずっと燃えてたからね。この数時間前にようやく鎮火して入れるようになったばかり。全部燃えちゃったよ。わかっただろう。こんなところにいても何もないんだよ。よそに行った方がいいよ。いえ、私は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら、私にも皆さんのためにできることがあるはずだから。そうかい。それならお前さんの気が済むようにやりなさい。いや、君か。あれから変わりはないかい？いえ、とにかく絶不調です。そうかい。あまり無理しない方がいいよ。ひどい有様だろう。最初の地震からずっと燃えていたんだそうだ。同時にいろんな場所で火事が起きたから、消防車が足りなかったり、崩れた建物で道路が塞がれてすぐに来れなかったらしい。こんな状況だけど、ここには人がいるんだ。何か少しでも役に立てればと思って来ているんだよ。そうそう、カナエも元気だよ。今は睡蓮公園でボランティアをしてるはずだ。そういえば、カナエが僕を襲った男と似たやつに話しかけられたらしい。まだ僕を探しているみたいだ。何をするかわからないやつだから、君も気をつけた方がいいよ。そろそろ僕は行くよ。それじゃ、君も元気でね。非常にひどいな。申し訳ありません。亡くなった子供たちに、残った子たちがお別れをするところなんです。今はご遠慮ください。私も一緒に子供たちの冥福を祈りたいんです。お気持ちはありがたいのですが、今はこの子たちと亡くなった子供のことを祈りたいんです。アイ姉ちゃん、マモル兄ちゃんが帰ってきたよ。始めるってさ。すぐ行くわ。マモル兄ちゃん、結局お花見つけられなかったんだって。だから真っ黒焦げのお花しかお供えできないんだってさ。この人は？通りすがりのものだけど、花を持ってきてあげるわ。え？本当？この辺りは全て焼けてしまって、燃えていない花は、私たちも相当探しましたが、どこにも。外から入ってくるものも食料が中心ですから。え、花を持ってきてくれるって嘘なの？嘘じゃないわ、約束よ。約束を守れなかったら、
ったら？頭を丸めるわよ。僕と一緒だね。そんな約束して大丈夫ですか？無理しない方がいいですよ。綺麗な花待ってるからね。きっとだよ。あのお姉ちゃんが焼けてない花を持ってきてくれるんだって。すごい。よかったわ。これでアキラたちも喜ぶよ。よかったね。思っていた以上にひどいな。サラエ、二人仲良く。スーツはどこに行ったんだ？燃えちゃった。こんなところまで黒子ね。営業再開までの期間を短縮する。する気にならない。残ってないか。リサコ、泣くんじゃない。ごめんなさい。だけど天国で妖精全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。何か残ってないか。サラエ。リサコ、泣くんじゃない。ごめんなさい。だけど涙が止まらないの。もう何もする気にならない。誰だ？うん？あんた。ああ、前に会った姉ちゃんか。そうだ。
ちょうどいい。あれからこの男を見かけなかったか。この男の人が一体何をしたんですか？こいつは許されないことをした。必ず捕まえなければならん。いえ、見ていません。そうか。再開までの期間。何か残ってないのか？思っていた以上にひどいな。子供のことを思うと。まさか花を？どうにか手に入れられました。ありがとうございます。とにかく中にどうぞ。お姉ちゃん、花持ってきてくれたんだね。おかげでいい供養ができました。本当にお花を持ってきていただけるとは思いませんでした。これでアキラたちも天国で喜んでるよね。ええ。なんだ、まだいたのか。思っていたより残ってるな。どうせなら完全に焼け落ちてくれればさらちにする手間が省けたのにな。さあ、出て行ってもらおうか。兄さん。家賃を滞納してるから、追い出されても文句は言えない。気の毒だわ。おい、さっさと出て行けよ。とにかく荷物をまとめて子供たちも外に出すんだ。兄さん、わかったわ。荷物だって？何か残っているのか？
いぐるみ。そろそろ仕上げるか。残っていないとのことです。こっちはいいのか。次の場所へ。元気？あれから大変だったでしょ？そういえば、智也さんをつけ狙ってる男に会ったわ。本当？まだ智也を追ってるのかしら。気味悪いわね。あ、そうそう、とってもいい話があるの。あなた、家に帰れるのよ。これ見て。町から出たい人を空港から運んでくれる救援活動があるのよ。これはその整理券。智也が手伝ってる救援団体から頼まれて今配ってるところなの。あなたにもあげるから手伝ってくれない？みんなのためになることならぜひ手伝わせて。ありがとう、助かるわ。できるだけ大勢の人に渡したいから人手が欲しかったの。はい、じゃあこれをお願いね。この辺りにいる人に話しかけて、町から出たがっているようなら渡してね。全部配り終えたら私に話しかけて。あなたの分の整理券を渡すからね。配り終わったのね。ありがとう。あなたのおかげで大勢の人にチケットを渡すことができたわ。はい、これあなたの分。誰か他にも町を出たいと思っている人がいたら渡してあげて。空港へは車で行くんだけど、集合場所がガーベラ大橋のサービスエリアなの。ここからだと結構遠い場所なんだけど、歩きだと間に合わないかもしれないから気をつけてね。私も智也と行こうと思ってるの。よかったらサービスエリアで待ち合わせしましょう。なんだこの整理券、使えねえ。町から出られるとか言うけどよ、ガーベラ大橋なんて遠い場所どうやって行くんだよ。ひどい。整理券がいらないのは仕方ないけど、踏むことないじゃない。俺は市役所近くの公園の避難所に行くよ。あそこは物資が充実してるらしい。
食い物は選び放題で広い風呂にも入れるそうだ。本当かよ。風呂入りて、俺もその避難所に行くよ。もう遠いって言っても行けない距離じゃないし、家に帰れるのよ。それくらいの距離が何よ。空港と市役所近くの避難所、私はどっちに行くべきかな。そうね、町から出るために空港に行きたいな。長い間お世話になりました。店長さん、ありがとうございました。まだまだ崩れかかった建物なんかがあるから気をつけて帰りなさいね。はい、はい、赤坂さん、山内さんと清水さんにも声をかけてきてちょうだい。わかりましたわ。先生大変です。ヒロコが、山内さんが飛び降りるって隣のビルの上に登ってるんです。なんですって。この光景を見て私は、ひどいいじめを受けていたんだから無理もないわね。Thank you.
ありがとう。先生に感謝しなさいよ。もういいのよ。ここにいては危険だわ。すぐに降りましょう。山内さんも言いたいことは下で聞かせて。さあ行きましょう。おお、あなたは数日前にも来られましたね。もしかして笠原弥生さんをお探しですか？
そうです、彼女に町を出る方法が見つかったことを伝えに来ました。ああ、そうですか。ちょうど入れ違いですね。弥生さんはあなたのことをついさっきまで待っていらっしゃいましたが、伝言を残して先に出られました。これがあなたへの伝言です。どうしてもあなたに伝えたいことがあるそうです。笠原弥生からの伝言か。彼女がどうしても私に伝えたいことといえば。もしかして町から出られる方法を見つけたのかしら。なんと空港に救助のヘリコプターが集まっていて、空港にたどり着ければ町から出られるそうです。ガーベラ大橋の手前のサービスエリアまで行ければ、そこからトラックで空港まで連れて行ってくれるんですよ。ただ空港行きのトラックには定員があるからチケットが必要です。どうしたら手に入るのか尋ねて回っていたら、親切な方々が声をかけてくださり、アジサイ交差点の南側にある宝石店まで受け取りに来たらチケットを2枚くれると言われました。先に行ってあなたの分ももらってきます。楽しみにしてそこで待っててくださいね。笠原弥生より。アジサイ交差点の南にある宝石店。暴れるんじゃねえよ。いや、おとなしくしな。誰か誰か。叫んだって誰も来ねえよ。彼女の姿を見て私は、なぜ彼女がこんな目に遭わなきゃならないの。私は、
すみません。この写真の人見かけませんでしたか？あれなんです。この人は確か。ご存知ですか？お姉さんは亡くなりました。え、なんて。私の言葉を聞いて彼は激しく動揺しているようだった。私はもう一度彼の姉比嘉夏美が亡くなったこと、それが朝顔交差点付近であったことを伝えた。姉さんが、姉さんが。